偶然ですね、面白い電車があるところに来ました。ガソリンを入れてですね、あのカンポの宿に行く途中ですね、偶然あの見つけたんですけれども、伊野駅っていう駅なんですけども、今あの電車が来ましてね、あのこれからあの電車出るようなんですけれども、この駅、あの電車の面白いところが今ね、あの出ましたけども、今出ましたけども、このね駅、あ、これあの路面電車なんですね。ちょっとね夜でねちょっと見づらいですけど、伊野駅、あの何が面白いかというと、もうね気がついたのが、まず一番最初に気がついたのがこの線路なんですよ。この線路のね奥に車が止まっているという、しかもあの線路の前がお店なんですね。であれ?とか思ってふと見たら、ここに駅がありました。あの伊野駅と書いてあります、駅が。特段ね、あの鉄道マニアではないんですけれども、ちょっとねこのねあの路面電車ですね、駅ちょっとね珍しいなと思って、あのちょっと車ねあの止めてちょっとねあの撮ってみました、はい、あまりねちょっとねいるとね迷惑になっちゃうんで、はい、あまりいるとちょっとねあの迷惑になっちゃうんで、あのそろそろねちょっと終わりにしたいと思います。伊野駅からでした。